おいしい。これはちょっと春活案件ではないかもしれない1日1アイスの中の1アイスじゃないですね。ちょっとこれはたまたまあったやつなんでこんにちは、ありがとう。公演、昼公演終わりました、ありがとうございます。ねえ、どう今日の髪の毛どうですか、みんな的に。なんかハーフツインっちゃハーフツインやけど、ここからくくってないっていう、ちょっとアレンジした。なんかちょっとは違うのしたいなと思って、今日はストレートです。やった、そろそろ。すごくかわいい、嬉しい、かわいいに決まってるやん、よきよ。あ、やべちゃんすごい、さっきぶりやのに、見に来てくれてたのにもうコメントしてくれて、こんにちは。絵心上達ほんま？あれで上達してました？食べ物は書かれへんかった、なんかキャラクターみたいなの書いてみた。今日レオパ公演か、そうですよ、見てね、昼夜やから、今日夜もあります。ちなみにはるかはまだメイク直しも、ね、メイク直しを一回も何もしてません。リップすら塗り直してない、やば。でもすごくないですか、もうアイラインとかめちゃめちゃ、もうね、どれが取れへんか落ちひんかとかね、めっちゃ研究したらね、ほんまに落ちひんくなった。こんにちは、ありがとうございます。メイク連絡取れてない、なみちゃん、おすごくない、汗一応かいたんですよかいたけど取れなくなった。今劇場向かってますか、お待ってます。夜公演の体力大丈夫ですか、ヒデさん。え、わかんないそこは大丈夫ですちゃうんかいって話ですけど、でも今日はこの間までよりなんか体力あった気がする、自分で思った。踊っててドンとの時にいつも死んでるんですよ、もう体力ないってなってるねんけど、実は今日あまだいけるぞってなった。表情の変化めっちゃ良かった、バタン、ほんま嬉しい。 DMM さん抜いてもらってました、何回かねカメラ目線も頑張ったんですけど配信見てくれてるみんなにもちゃんとねアイコンタクト、アイライン何使ってるか教えて、なおこさん。 LB ってとこのやつです、LB ってとこのリキッドアイライン、マジで落ちひん、もうね、あのガチで落ちひんからクレンジングでも落ちないんですよ、なかなかなんかいつもめっちゃゴシゴシしてる、多分皮膚には悪いんやろうけど、それぐらい落ちない。いや普段はちょっとね使ってない、公演の時だけ使ってます、ライブとか。でも最近はだいぶ喋りが落ち着いてできるようになった気がする分からんけど、自分の中で。配信と劇場は全然違かった、めっちゃ迫力あった、ふうにゃさん、あーめっちゃ見えてたよ、嬉しかった、いっぱい目あったね。みんなあのこの間さ、はるかさ、あのショールームでさ、なんか公演の時に反対側はるかが下手折っても上手も見ますよみたいな言ったやん、ならね、みんなちゃんと見てくれてて
嬉しかった。めっちゃ目あったくない？みんなどう？来てくれてた方どう？パピコ早ない？チャミさんマジ？もう食べ終わっちゃった。完食。 MC 堂々と話せるようになったよね。そうやんな、嬉しい。なんかみんなに言ってもらえるとちょっとそうな、そうかもって思える自信になります。嬉しい。あ、昨日言ったかやばくない？昨日のあれももうやばいやん。レイコちゃんの正探偵ですか？ピンポーン、正解。前田のレイコちゃんの正探偵。見えるかな背中。ほら見える？見えてる？これはるか見えてない。見える？見える？見えた？どう？見えた？れいちゃんの生誕ティー、イエーイ。こないだねくれたやつ早速来た。やっぱ今日は昼夜公演やから頑張る時やなと思って、よりね。なのでれいこちゃんパワーを背負ってます。でもリハからほんまになんか無敵やった気がする。あ、はや。そうもらった。そうれいこちゃんがこの間のねレオパ公演終わりに、なな、はるかって言われて、何って言ったら、生誕っているって言われてから、もう速攻即答よ、いりますって手挙げていりますって言ったらくれました。かわいい。大きさがねでもね XXL でねいっちゃん大きいんですよ。だからねワンピースで着てます。はるか普段いつも自分の生誕ティーって S サイズしか着たことないのよ。まあ、大きくて M とかなんやけど、こんな大きいの着たことないからね今回ワンピースで着てます。女性専用エリアどう？結構今日めっちゃ多かったね特に。でもいつも着てくださってます。今はるちゃん生誕ティー着てみて。うわーもういいし、また止まった。何これ、怖怖い怖い。そう XXL でかい。そうだからすごいあのワンピースで着てます今でね。そう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 、はるかレオパ公園で最初エンジンから始まるじゃないですか俺らとは。その時にちょうどはるか後ろのところで円、後ろからこうん、後ろのポジションなんですねエンジンの円のね。そしたらこうもう幕開いた瞬間見えるわけなんですね席、ファンの皆さんが。そしたらもうオレンジ多くて、今日もめちゃめちゃオレンジパワーもらった。嬉しい、ありがとうございます。最近本当にいつ見てもオレンジ多くてマジで嬉しい。ほんまにほんまにパワーになる。ペンライトも綺麗やし、生誕ティーもいっぱい見えて、うちわもいっぱい見えて、みんなね可愛いの作ってくれたりね、ココテンのはるかのうちわとか浴衣はるちゃん持ってきてくれるんですよ。めっちゃ嬉しい。見えてますよちゃんと。今日も多かった、多かったよね本当ありがたい。もう感謝しかないです。みんなにね、みんなと目合わせたんですけど、はるかみんな目合った？お見送りでのオレンジレンバーすごかった。大ちゃんねほんまに来てくれて、レオパのねうちわを持ってきてくれてありがとうございますね。絶対だって最近あれやもん、お見送り会の時にマイク持ってるメンバーから絶対あのオレンジいじりあるもん。オレンジ目立ちますねとか、めっちゃオレンジすごい続きますねとか。本当にね嬉しい。夜も負けてられない。夜もねいっぱいオレンジ見れたら嬉しいですね。本当に嬉しい。初見です、ベイパパさん、ありがとうございます。なんで来てくれたんですか、嬉しい、ありがとうございます。画面越しだったけど目たくさんあったよ。クラリアンさん、ほんま
ちゃんと抜かれてました？なんか、あ、はるか今はるかにカメラ来てるなってたまにこう感じる時があって、その時はこうね、画面の皆さん、画面の向こうの皆さんにも目を合わせたつもりではあるんですけど、今日は目をそらさないよ。あー、約束この後はメイクを直して、メイクを直してご飯食べて夜公演に備えます。よ、今日の髪型も可愛い、リサちゃん、あ、ありがとう、嬉しい。髪型ちょっとちゃうやつにしてみたんですよ、だから褒めてもらえて嬉しい。なんかハーフツインっぽいやつ、濃いやつってなんて言ったらいいかはわかんないこんにちは、まもるさん、こんにちは、ありがとうございます。夜公演髪型変えるの？ジュニアさん、変えます、変える、久々にデコ出ししようかなって思うんですけれども、見てください、この前髪のパリパリ具合やば、もうスプレーしすぎてパリッパリ、まあ、そのおかげでね動かないんですけど、固まってるんだけど、でもね、昼夜の時はね、大抵ね、夜はデコ出ししますね、いつも。サイドポニーはね、この間やったんだ。DMM のアーカイブでぜひ見てください。その前髪上がるの。ね、思うでしょ？メイクさんの腕ってすごいんですよ。上がるんですよ、これが。この短さでさ、デコ出しすごくない？自分でやったら全然できひんねんけど、いつも。でも今日は大阪魂やからアイラインも太く長く引いてます。目力どう？目力出てました？どちらかというとな、なんかね、目力出しにくい目の形をしてるんですよ、はるか。だからすごい難しい。めっちゃ研究したい、いっぱい。メイクとか、目の使い方とか。はるちゃん、日に日に可愛さが増してるわ。こうさん、嬉しい。これからも日に日に見てください。日に日に見てくださいっておかしい。毎日。出てた、めっちゃ目の表現力すごい。やったー、頑張ろう夜も頑張ろう。今日すごく出てたよ。わー、マジ、イエーイ。話すのもメイクも上手。そんな、そんな、お話はね、どうなんだろう、まだむずいよな。みんな公演によってメイク変えてるのかな。ライチッチさん、どうなんやろ、あんま聞いたことない。はるかは変えます、やっぱ印象がね、全然公演のね、瀬戸里でも違うじゃないですか。だから、こんにちは、マスクさん、こんにちは。後ろの席からでも目力すごいの分かって、ほんま、イエーイ。イヤリングも可愛い。そのこれはもうドントルックバックの衣装のやつにも付け替えてます、ね、忘れちゃうんですよね、アクセサリーってつけるの。だからもう忘れないようにさっき耳だけつけた。呼ばれてないけど来ました。今日も読んだよ、待ってたよ今日もありがとうございます。この後ご飯食べたりするのかな。とくちゃん、食べます。でもね、なんかね、あんまがっつりしたものはね、昼夜の時食べれないんよ、 なぜかわからんけど。夜だけの時は結構お弁当食べんねんけど、昼夜の時ね、食べれなくて。だから今日は自分で、あのスタバのサラダラップみたいなのを買ってきた。だからそれ食べようと思う、後で。
15分。それではちょっとそろそろランキング読みます。ちょっとそろそろねメイク直しの時間が来ると思うので、ではいきます。13位、カリーさんこの読み方合ってますかね、ありがとうございます。12位ナッチュさんありがとうございます。11位タイコーさんありがとうございます。10位イグチさんありがとうございます、見えてましたよ。9位グナナケさん、ごめんなさいなんか読み方違うかも、ごめんなさいありがとうございます。8位サムさんありがとうございます。7位バーキューンさんありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。5位ゆうさんありがとうございます。4位ひでさんありがとうございます。3位さかさんありがとうございます。2位山ちゃんありがとうございます。そして1位が大ちゃんです、ありがとうございます。みんなありがとう、本当に見てくださって、お昼ね忙しい時間なのに本当にありがとうございます。では夜も頑張ってきます、見守っててくれる人劇場にね来てくださる方はもうねはるかといっぱい目合わせてほしいなと思いますずっと見とってな、配信もねちょいちょいこうはるかが目合わせれるかなと思ったらちゃんとカメラ目線頑張ってみるんでとかで、全然ちゃうこう抜かれてたら笑うけどねみんな目合わせてねそれでは本当に今日もありがとうございました。夜公演頑張ってきます。またねー。